2S3 アカーツヤ 152mm 自走榴弾砲はソビエト連邦で開発された自走砲である。アカーツヤとはアカシアのロシア語表記である。2S1 と並ぶソビエト連邦軍発の本格的な自走榴弾砲である。気候部隊に随伴して迅速に支援火力を与えることを主目的として開発された 2S1 に対して 2S3 は より汎用的な自走榴弾砲として開発され、水陸両用性能などの機動性の追求は求められていない。1950年代に開発が開始され、車体は、ウラル運輸車両工場で、オブイエクト123の名称で、共通早期車両シャーシとして計画されたもので、2K11 クルーグの自走発射機に P24 と 2S4 チュリバン自走迫撃砲、 2S5 にアツンと S 自走カノン砲と共通の車体部分を採用している。設計はオブイエクト123車体に合わせて 152mm 榴弾砲を搭載した全周旋回砲等を搭載するという点でいくつかの混乱に立ち当たり、ようやく設計がまとまったのは1960年代末のことであった。1971年に配備が開始され、 西側諸国では当初は公式に確認された都市から M1973SPH の名称で故障し、後に判明した軍の装備名から SO-152 の名称が与えられている。牽引式 152mm 榴弾砲に代わるものとして自動車加速撃兵士団の砲兵大隊に配備が進められたほか、包囲力と射程が不十分。 とされた 2S1 の代替車両としても置き換え配備が進められた。1975年には改良型として自動装填装置の搭載やエンジン関係の改良が行われた 2S3M が開発された。2S3 はこの種の自走法としては標準的な性能であり、同時代の西側車両と比較しても十分な性能を示したが、 M109 をはじめとした西側の自走砲が方針を超方針化して射程を向上させるとともに装填速度の向上を進め射撃管制装置や通信装置を高度化させて高度な砲兵戦闘を行える方向に進歩したため登場後ほどなくして旧時代化することとなったそれらの点を向上させた 後継者種として 2S19 ムスタイス 152mm 自走榴弾砲が開発されたが予算の不足から 2S19 の配備は進んでいないためロシア連邦軍をはじめとして輸出された旧東側諸国のほかに多くの国で現在でも現役である。 搭載砲の 152mm 榴弾砲 D-22 ペルミンの元ビリ波工場付属博物館の展示品2009年10月3日、撮影車内配置は、車体全部右にエンジン、左側に操縦席、後部に砲塔及び戦闘室という、この種の自走砲の標準的な配置となっている。搭載砲は、D-20 榴弾砲を車載用に改造した2、A33 榴弾砲で、 車体後部に設置された360度旋回可能な密閉式砲塔に搭載している。最大射程は 17.3km、ラップを使用した場合 24km になる。装填補助装置が搭載されており、発射速度は毎分3発、継続の場合は毎分1発ほどになる。車内には砲弾と装薬を46発分搭載している。 間接射撃用の榴弾等の他に、鉄鋼弾や、成形作薬弾が用意されており、限定的にだが直接戦闘も行うことができる。社長用展望等には、対空用及び近接戦闘用に、PKT7.62mm 機関銃が装備、されている。2007年現在にから2010年現在、ありがとうございます。